豊幸さんに来ていただきました。どうもありがとうございます。お願いします。でこれからね、まず皆さんにスクワットっていう動き、すごく大事な動きですよね。私たち人間がこうやって二足歩行で立ち上がってくることができた時に、立ち上がる、しゃがんで立ち上がる動きってすごい重要な動きなんだけれども、これを今度運動として指導しようとした時に、すごく姿勢の指導の仕方難しくないですか。でここで例えばすごく本当に上手にゆけいさん動けるんだけど、自重でスクワットをした時にどんな風な形になるかをまず見てみてくださいね。で背骨しっかり長さを保とうと思って、こういう風にスクワットをしたとしても、何もない状態だとどうしても上半身が前の方に向かって傾きやすいですよね。でこれだけゆけいさんみたいに可動域があって強さがある人でも、なかなかこの姿勢を維持するのは難しいです。どうもありがとうございます。ここで例えばバックスクワットとかするとして、もっとこれに重りがついてるんだけど、こういう重りが体の後ろに乗っかったとします。でそうすると先ほどよりもさらに上半身が前に倒れてくるのが分かりますか。これは体の後ろ側に負荷がかかることによって、それに対してどうしても体は前傾をしてしまう。それによって腰椎により多くの負担がかかってくるようになるんですね。でこれを避けるために、じゃあ前側で持ってみようかってことになって、フロントのスクワットをするとします。そうすると先ほどよりは上半身すごく起きてきましたよね。なんですけれども、今ゆけいさんの首のアライメントをちょっと見てみてください。頸椎のところがすごく下伸展しているの分かりますか。これどうしても体の前で重い重りを持ってしまうと、こういうふうに首が縮んでしまって下伸展しやすいんですね。どうもありがとうございます。じゃあなんか他に方法はないかなと思って、私たちがまず何年か前に始めたのが、というか私がよく好きで始めたのが、ケテルベルを使ったゴブレットスクワットってものになるんですけど、ゴブレットっていうこういうふうに赤ワインとかの大きい器ありますよね。ゴブレットを体の前で持つみたいな感じにします。で肩甲骨をしっかりと引き寄せて、肘も引いたところで体に重りを近づけて、そうすると先ほどのバーを持ったフロントスクワットよりもより顎も引けていて、上半身は起き上がったいい姿勢になってきますよね。でただこれどん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 と重りが重くなってくると、このケトルベルのサイズが大きくなっていくんで、体から重りが離れていってしまうんですね。でそうするとバランスを取るのが難しくなるし、そしてこの持っている腕の方が先に負けてしまうってことがあります。でそれに対して、じゃあ上手にスクワットの動きを練習するのに何か思いつかないかなと思ったら、これがすごくいいのがあるんですよ。でまずはこのサイズの大きな方のストレングスのバッグを使って、今日はちょっとチャレンジをしてみたいんですけれども、このバッグの両脇にまず足を置くようにして立つようにします。でバッグの真ん中のあたりにこういうふうにまたがるようにして立ったら、そこから股関節をしっかりと屈曲させて下に降りて、バッグの下側に両方の手を入れるようにして、このままよっこらしょっと体に向かってバッグを引き寄せるようにします。ここで手をこういうふうに互い違いにするようにしたら、このまま肘を引いて肩甲骨を後ろ側に引き寄せるようにします。これベアハグのスクワットっていうポジションなんですけれども、クマをこういうふうにハグするみたいにしっかりと引き寄せた状態で、ここからまっすぐに下に降りていくとどうですか。このバッグが自分の体の前にしっかりと引き寄せてある。でこの長さがあることによって背骨をよりこういうふうに垂直に近い状態に保つことがより容易にできるんですね。で今頸椎のポジションもすごくいいですよね。顎が自然に引けた状態で結構下まで降りてますけど、どんな感じですか、ゆきさん。すごくお尻に効きます。効いてますよ、はい、下まで自然に降りられる感じしますよね、はい、楽です ね、はい、でまずはこのベアハグのスクワットでしっかりとこのスクワットのポジションが確認できるように、これね初心者の方でもすごく上手にスクワットができる、なんか秘密兵器みたいな感じなんですよ。じゃあまず一度それを置いてみてくださいね、はい、下ろしてきました、はい、じゃあこんな形でこのサンドバッグ、アルティメットサンドバッグを使っていろんなスクワットのポジションが得られるんですけれども、今のベアハグ以外も他にもいろんなポジションがあります。じゃあちょっと次はもうちょっと軽くしましょうか。はい、軽くして、はいはい、じゃあこれでここからクリーンで上に持ってきて、でそのまま体にバッグをキュッと引き寄せてみてください。でここでももうすでにここで肩甲骨を引き寄せることによって、体の背面の上の部分もすっかりちゃんともう筋肉がオンになってますよね。そこから背骨の長さを保ったままで下まで降りてくるようにします。で立ち上がっていきます、まあ、これフロントホールドというホールディングの仕方になるんですけれども、先ほどのベアハグよりもよりコントロールが必要な形にはなってくるし、負荷がより高い位置には変わってるんですが、同じようにしっかりと上半身のアライメントも保ったままで深くいいスクワットができてますね。一度それを下に下ろしてみてください。はい、ありがとうございます。
こんな風に体の前で持つだけではなくて、今度これを肩に置くこともできます。少し向こうのカメラの方に向きを変えてみて、でどちら側の肩でもいいです。まずは肩の上に置いてみてください。そうすると今この体幹のところには、これ何もしなかったらこちら側の体が倒れていくように負荷がかかっているわけで、これをコントロールするためにまず体側の筋肉もしっかりと働いていますね。でそこでしっかりとまずはスクワットのポジションに降りていってみてくださいね。で皆さんこういうふうに見てみても、すごく一生懸命体が全額面でぶれていかないように、これをコントロールしながら動いているのがすごくよくわかると思います。でバックをどこで持つか、でその持ち方によって体にかかってくる負荷が変わってくるし、そして動きの面の要素も少し変化をしていきます。でこのアルティメットサンドバッグっていうのは形が自由に変えられるし、いろんなハンドルがあるので、そのどこを持つか、あるいはそのバッグを体のどこに置くか、それによって強度も当然変えることができるし、そして動きの特徴も、それからそのアクセントも変えていくことができるんですね。どうもありがとうございました。